はいどうも皆さんこんにちは、ケタツです。今後取りで撮っているんですけど、今回の企画は業績を開くと思います。そろそろ業績を広げてレベル2のデュースを20点まで続けてみようというラジオをやっていきたいと思います。レベル3のロックを外していきたいと思います。はい、まずトーナメントモード、夏の物語でやる場合ですけど、トーナメントモードのデイリーグ、ここで20点をデュースでやっていきたいと思います。では本編までレッツゴー。ここからはプレイをしていくんですけど、ちょっと長いので早送りをしていきたいと思います。早送り中です。はい、ここまで来ました。ちょっとハンソルファーが怖い関係で、ここで1点取った後、1点取った後逃げます。僕はハンソルファーのサーブめっちゃ強いんで、リス取られちゃうと困るんで一度ここで対策します。 OK、ここで僕が1点取っておきますと。OK、ここで点数を取って。来たー来たー、ここで僕もう1点取ります。ハンソルファのサーブをどうにかしよう。これ。OK、いい感じですね、今のところ。これでハンソルファーがサービスエースを決めなきゃいける。うそー、ちょっと待ってください、マジで言ってるそれ。ちょっとこれちょっと危ないんでローテーション変えましょう。これでいきましょう。ちょっとダメだ、じゃあ飛ばします。この後2試合やりましたが無理でした。諦めましょう。ちょっと自分には夏の物語が向いてますね。ちょっとやめましょう。もうダメですね、もう勝てない。どうしよっかな、これでいこうかな。これかな、いやこれだな、諦めましょう。これで僕の実力が試されます。まだね、弱いからって言って普通にそこそこはオアシスも強い。ナイス、うそ、競った戦いをしたい。ああ、リシア強っ。ちょっと遅いね、まだ焦ることない。ちょっと早かったか。帰っちゃったけどまだいける。オッケー、まだいいよまだいいよ。オッケー、まずねこういう感じで戦ってるんだよ。飛ばします。はい、またなんか音声トラブルで後撮りになってしまったんですけど、今後撮りです。今これはあれですね、デュースになる直前のところですね。あ、デュースになる直前かな。うん、ここで1点取られるんですよ、一旦。
取っちゃってあってあってここで1点取ったらダメなんでミスりますわざとサーブをあざとミスで天井サーブが来るでしょ取れないと OK ここで天井サーブを切るためにこのジャンプサーバーを使います。ジャンプサーバーの前に1回ミドルブロッカーじゃなくてなんだっけ OB 使っちゃってるんです。ワンビン、ワンポイントブロッカーか使っちゃってるんでここでピンチサーバーを使っています。取られます。とりあえず一旦ここで戻ってオアシスが一旦強くなります。次でオアシス次の21点でオアシスが一番強くなるんだよね確か。違ったっけ、あ違うか21点目で弱くなるのか。ここで1点取ると、はい次1点取れば21点で自分は目標なんだっけクエストなんだっけなんか達成できます。はいこの今回の企画の達成がナイスカバーからのブロック、ほら業績達成、気持ちよく溢れる試合ということでここでやっと業績を達成することができました。はいここはもうちょっと業績がを達成できちゃったんで遊んでます。天井サーバーさすがにもう OB も OS も残ってないんで天井サーバー取れないと思ってますよ、ね、無理だと思ってます。でも取れちゃった OK ここからのドーンいいね多分このあ見てください21点で今オアシス弱くなりましたね。日の入りで弱くなりました。OK 本当にオアシス弱いっす。リカが逃げた中51しかに飛んでない。オアシスが弱すぎる。でアーティストもちょっとあれですね護衛します。補助まあとりあえず23対21でまさかの勝ちという20点デュースで勝った。はいということで業績を見てみましょう。おーちょっとコメントきましたね。レベル3が解放されました新しく。はいこのレベル3を次回とか分かんないけどレベル3をなんでやっていきたいという星になります。はい今回の動画見てくれてありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。また次の動画を見てね。バイバイ。